今日は悲しいお知らせがあります。いや本当に見つけた時というかもう分かった時はすっごいショックだったんですよ。4年間積み上げてきたものがあるんですよ。いやちゃんと管理しとくんだったなっていう、ちゃんと分かるかな、ちょっと見れば見るほどショック受けるんだよね。これ分かるかな。みんな、僕ら YouTube でいろんな動画上げてきました。アクロバットの動画、ハンドスピナーの動画、鬼ごっこ、大食い、24時間とかチャレンジ系、そして一番キョンクマのスタートを切ったと言っても過言ではない、武器作り。こんな動画、あんな動画、こんな動画、こんな動画、あんな動画、こんな動画って、たくさん武器作ってきて、もうなんなら YouTube の武器作り系 YouTuber って言われてたんですよ。ある時期からやれなくなっちゃったの。僕がね、武器を作るたびに、どうしてか1週間ぐらい熱を出して、うわ、武器作りきついなってなってて、最初は頑張りすぎてただけかなと思ったんだけど、普通にスプレーアレルギーらしいの。これとかさ、自分家でさ、ちっちゃい部屋でさ、換気もしてないところでさ、スプレーブワーやってさ、スプレーの煙が舞って、そのスプレーの煙が舞ってる状態でスカ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 しながら鼻からスプレーが入って具合悪くなっちゃってたみたい で、そこから作れなくなってたの。それでも3年間ぐらい武器を作ってたんだけど、その武器作って、うわ、一緒だからお見せしようっつって倉庫にしまっといたんですよ、立てて。で、ちょっと前に引っ越しの動画出したじゃん。引っ越しの動画で、その時に発覚したことで、武器がね、あの倉庫の端に綺麗に立てておいたんだけど、そのまま手前に撮影のものがどん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 埋まっていって、いろいろやりながらみんなでドカドカドカってなっていくうちに全部ぶっ壊れてました。見てよこいつ、これ僕らが一番最初に武器を作ったと言っても過言ではありません。エンドゲーム仕様になっちゃった。エンドゲーム仕様だよ。あのサノスになんかハンマーみたいなね、いやサノスになんかオムみたいなやつでドーンって追い詰められたキャップがこうペンペンってなって、盾が崩れ去って、うわっセンプルっていう瞬間の盾みたいになっちゃったから見て、アイサンブルー電気流せて僕らが何時間もかけて作ったやつ、すごい綺麗じゃないこれ。概要欄に全部動画とかみんな見て、改めて。いや恥ずかしいから見られたくないな気持ちいい。昔の動画って恥ずかしいもんじゃないですか。でもこれすごいクオリティじゃない。これちゃんと計算して円がこれぐらいのサイズからこれぐらいのサイズを保って、星をどれぐらいにしよう、じゃあこれぐらいの幅でこうやろう、じゃあ綺麗に塗るためにマスキングテープをしてその周りだけをまず塗ってって、星も綺麗に描いて、星もねこれちゃんと計算しないと星綺麗に描けないんだって。これがアッセンブル仕様だよ。あーセンブル、あー描けない。見てこのキャプテンアメリカだって、これだけじゃないんだよ、これだけじゃないの。僕らのチャンネルでもうクオリティが最初にやったやつだから、そんな高い方じゃないと思ってる実は。次よ、これ鷹の目のミホークの剣、これすごくないマジで。これが俺が一番時間かかった武器、1週間かかったの。これはね意外とね損傷がないというかね、これはねぶっ壊れてるところ少ないんだけど、これ見て先端恐怖症、見てこれわかるかな。これに関してはね、あの犯人がいるんですよちゃんと。これ動画で出てると思うんだけど、これヘンリーだこれ。大事に倉庫で運んでね、保管しようとしてたんだけど、ヘンリーが外で振り回した瞬間に先っぽがポーンってすっ飛んでったの。これは犯人か分かってるわ。あと他はね、全部やるちゃんの部屋にあるやつだから、やるちゃんが犯人でいいや。いや、あの荷物のせいでしょ。大きい場にするから。ってやってるけど、別に元気なわけじゃないからね、俺。ちゃんとまともに見たらへこんでるからね、俺これ。次これだよ、これなんだよ、見てくれこれ。アーロンの切り鉢っていう、アーロン波編の時のアーロンが持ってる武器で、これもなんだよ。ルフィの捨て頃入ったバージョンになってんのこれ、わかる。ルフィの捨て頃バージョン、ルフィがさ、このアーロンにさ、こうやって追い詰められて、うん、お前の人生は終わった、ナミは俺のもんだって言った時に、ルフィがこうやってさ、パキーン、お前の人生じゃねえ、決めんな、みたいな、よくこんな発言するじゃないですか。あ、僕大好きなんで、大好きなんで、そういうことじゃないですからね。でもね、見て、先っぽも捨て頃バージョンになってんの。あー、そいつは参っちゃうぜ。上の方もこれ取れちゃってんの、これ。これ全部倉庫で、最初ちゃんと立てておいたんだよ。で、保管してこうやって置いといたんだけど、荷物が入れ替わっていくために、多分この辺をね、バコ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 ね、田尻が切れて多分落ちてるよ、きっと。これは気をつけて。みんな悪いんだよ、みんなが。いや、俺が悪いわ、ごめん。俺が悪い。いや、めっちゃクオリティ高いよ。いや、クオリティ高いんだよ。これさ、ほぼ一人でやってんだよ、こういうのも。やばいよ。一人だったんですね。クマ手伝わないから。いや、たまに手伝わないんだよ。その時に。手伝うよ、それは手伝ってないけど。俺は手伝ってねえだろ。これ作る時、お前、5時間、6時間寝坊してきたときの。7時間です。7時間かい !7 時間かい。ただの木の1枚の板を電動系使わないでカコン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 やってって一人で作ったんだよ俺。そうだよ、あと休みだけ電動休みなんか使わないの。職人なの。こういうの作ってた時タシもやっちゃういないのか。いないの。助けてくれる人がクマだけだったの。それが7時間遅刻してきたから、もう俺は具合悪くなっちゃった。マリッチじゃねえ。あとこれはちょっとね。え、それも壊れてんの。いや、これはねまだ生きてる方なの。これは生きてる方なんだけど、お尻の部分がさ、むき出しになっちゃうんだこれ。これね、あれだよ、お尻の部分が破けても普通に歩いてるイージと一緒だからこれ。ワリッチじゃないんだよ。今ツッコミどころ満載のこと言ってるの。そんなわけねえだろとか言われたのに、ワリッチだったらそうなっちゃうでしょ。あはー、売ってた K
木の枝なの、これ、ピントリのやつだ、グルトも行けたんじゃないの、グルトも行けたんじゃないの、すごくないこれ、すごい、いや、重量感がいいんだよね、こいつはまだいいわ、こいつはもうみんな見えてると思うけど、こいつがやべえわ、俺キングダムハーツ大好きなのよ、いやこれねこれやばいよね、これ原型ねえもん、これ原型ねえんだよ、これ、いや、持ちやすくはなったよね、何言ってんので先っぽこれ王冠なんだよ本当は、これこっちにもこっちにもあるの、でも王冠じゃないのこれ、二人の男性が向き合ってみたいになったのこれやばくない、ロマンチックな先っぽになっちゃったのこれ、持ち手の部分、持ち手の部分ね、これこうなってんの本当は逆だこうなってんの本当は、こうなってるはずなの、キングダムハーツのキーブレード見たことあるでしょ、これがほら見て、もう治んないよこいつ、これすごいんだよこれ、これねペットボトルなんだよこれ、ミッキーの肩とかさ、これ木で取るの大変だったんだよ、この穴の部分とか、カッター一本でやってるからね、やってほしいわ、なんないんだよもうこの動画もうやりませんっていうところ、はあ、そっか、もう武器作る、たまにさコメントでさ武器作ってくださいって入るじゃん、あるね、やらないわ私、だってスプレーアレルギーだから、あー、いいよ俺がこれで武器1個作って1週間具合悪くなってヘロヘロになってみんなの足手まといになるだけだから、やめよ、サノスのデキが作れてるんだよ、両サイドにドカッてついてるやつ、あれはやばい、本当だったらさ日輪とも作りたいじゃん、いや具合悪くなるよ、だって今それより効率いい動画いっぱいあんだもんそれ言うとあれだけどこれ1週間俺が死に物狂いで具合悪くなる人ないんだもん、みんなが見たい動画はちゃんと転がってるんだから、だから俺は今日をもって、いやだいぶ前を持ってたな、武器を卒業します、ありがとう、お疲れ様でした、アッセンブル仕様、ルフィ捨て殺し用、ロマンチック仕様、シャーマンキングの薙刀の武器も先っぽポンと飛んでってるし、スモーカー大佐のじってみる、じってただの棒になってる、ただのでもあれに関してはさ、棒くっつけただけだから作ったって出した時ちょっと恥ずかしかったんだよ、ね、あーこいつはぶっ壊れてるけど、これさ普通にハンマーとして使えるんだよこれ、すごくない、カツヤねこれで、ね、貸してって言ってたからね、餅つきしたいからって何を言ってんだ、いやだから何言ってんのって、ダメでないっす、貸してもらえないですか、餅つきたいから、そうでしょ何言うとんねんみたいなご視聴ありがとうございます、見た人みんなが全力で楽しめると思う、楽しめると思える動画を全力で投稿の投稿しています、クマクマ、やるんじゃね、うん。